はい、土地狂ったんで、鋼リーシやっていきたいと思います。録画開始開始。土地狂いました。リーシンの後半の弱さ、まあもちろんワンパンしだしたら強いけど、ちょっとやっぱ後半の弱さを補填するため、そして味方のフロントラインがゼロということもあり、はい。鋼リーシンってどうなんっていうね、検証企画です。ありがとうございます。開始開始。ヤバ企画です。よ、S320円。お昼何食べましたか？ありがとう。お昼親子丼食べたよ。320円ありがとう。カイト320円。納期あれや。トップレーンのタワーが攻撃されています。前線よりスタック溜まった後半が強くないですかね。農地やれや。やらん。農地はさ、あれバカになるもんやってたら。頭バカになる、あのキャラ使ってたら。知能指数が下がる。おい、お疲れい。きつそうだね。帰った方がいいんちゃう？それウルト打たれるぞ。絶対帰った方がいいと思うけどね。オリフォだけ行って鋼行くか。ケナン帰ったの？そのヘルス。かわいそう。ナイスー。こんにちは。いやまあそらな。序盤強めでやらせてもろとりますからな。左に。バグモリ TV のバグモです。今日はね、バグモリ TV のバグモでやっていきたいなと思って。カイト、下バグモリ買ってる。もういいよ、お前で出したろ。最初のタワーが破壊されました。ミッドレーンのタワーが攻撃されています。セナロラクサ初手イエイ。ナイス。ういバグモです。バグモリ DB のバグモってなんなんマジでタイトル何にも浮かばんかったよな。やばい、だから戦ってる。いや、バグモリ DB いいね。バグモさんのリーシン悪くないよ。いや、鋼リーシンマジ強え。鋼リーシンしか勝たんな、ほんまに。マジ鋼リーシン強えな。鋼買いたい、鋼。鋼積んだからマジ強えわ、最初。マジ鋼今 OP だな。カイト、まだ来ないけど。えいや、まだゴーマダですやん。鋼しか勝たんわ、ほんま。鋼積んだって500やで、気づいたら。余裕すぎやろ。クミン、鋼リシンは鋼積む前がパワースパイク。あ、ミスった。待って、もしかしてリーシン、あ、たまってるか。いやいや、こっからだからこんだけ育ったら鋼いく必要ねえむっちゃ育ってる俺。なんで鋼いってるんこれ今から見たやつ勘違いするからやね。なんで鋼いってるん俺。鋼いらんやんこれ。ここまで育ったら何寸でも勝てるんですかねそうだね。そっちに打つ。いやー強え、鋼リーシー。鋼が溜まってるから強えわ。鋼めっちゃ溜まるわー。と鋼ちょうだい。ああ、鋼もらえなかった。鋼積みたい。鋼積んでるわ。サステインもらうね。いやー、めっちゃ鋼たまるな、リーシー。鋼積んだ瞬間マジ強えしよう。38っすか。いや、違う、俺、2手目いらんな。3手目か。2手目、あっちの方が強いんじゃん。いや、だから、初手鋼で硬いリーシにすりゃよかったな。ちょっと育ちすぎたな、この試合。なんかもう意味わからなくなってるもん、これ。何のためありえんぐらい育っとるからさ。なんでもいいよ、こんだけ育てたら。やっぱね、大事なのはね、プレイングなんですな。鋼、はい、鋼貯めていくよ。なんか死にかけてね。あ、ごめん、蹴ってあげればよかった。俺なんでブリンクしちゃったんだろう。今のはさすがに蹴ってあげるべき。ああ、やっぱ鋼だから死なないな、俺。今守るのきついか。じゃあバウンするか。一旦時短買っていいかな。ステラック入れた。テラック入れたいな。よし。味方が倒されました。まだ83スタックですか。83はあれか。ちょっとやっぱゴミか。勝てー、俺。はい5はいもうはい2発でもうめちゃくちゃ回復。少し鋼の溜まり具合はやっぱ遅いですね。そうだね、鋼の溜まり具合で言えば終わってるね。性能的にそんな前で戦わないもんな。いやーさすがに弱いな、分かってたけど分かってか俺 HP しか積んでねえ、ミスった。鋼ちょうだいね。まずい、俺ダブル今どこで使った？ワームブで一生戦いましょう。いや思ったけど俺、いやそのだったらねブーツこれじゃなくてよかったね。ワーモグ積むんだったらサスティンも結構あるからこれ。あっまずい、今てかどうなんだろう、どんぐらい出るんだろうあれ、こいつのワンコンボ。ワンコンボぶち込んでみてえな。ワンコンボぶち込んでみるか適当に。鋼を貯めてから通常、鋼貯めてから通常。めっちゃ回復すんなこいつ。硬いよでも。俺でもやりたくねえな、モルガナ相手にエルダー。相手やろナイス。カイトそこそこ溜まってる。ナイスー。通らんのかいあと550。おー、どうなんだろうね。まあ普段じゃちょっとできないプレイングをちょっとはしてみたつもりだけど。まあまあ一番ダメージは出たか鋼が溜めづらい鋼が溜めづらいな。まあ確かにでも鋼が線溜まったリーシンって考えたらクソ強えんだよな。なしじゃないか択として。どうだった？でもちょっと育つすぎたな。なんで俺序盤に5キル取ったんやろうな。分かった、結論。序盤うまくやればビルドなんて何でもいいんだ。そういうことだ。いや、よかったです、皆さん。だから皆さん、序盤うまくやりましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。